村上春樹さんは20代の頃はジャズ喫茶のマスターをやっており、その経営は安定していました。そんな中、なぜ小説を書き始めたのかについて今回動画にまとめました。気がつくと僕はそろそろ30歳に近づいていました。僕にとっての青年時代とも言うべき時期はもう終わろうとしています。それでいくらか不思議な気がしたことを覚えています。そうか、人生ってこんな風にスルスルと過ぎていくんだなと。そして29歳のある日のことです。僕は突然小説が書きたくなったのです。僕は野球を見に行って神宮球場の外野席にいました。太陽が照っていて、僕はビールを飲んでいました。僕はヤクルトスワローズというチームのファンで、その日の相手は広島カープでした。ヤクルトスワローズのデイブ・ヒルトンが完璧なヒットを打ってレフト線の二塁打にしました。僕はその時に何の脈絡もなく、何の根拠もなく、ふとこう思ったのです。そうだ、僕にも小説が書けるかもしれないと。その時の感覚をまだはっきり覚えています。それは空から何かがひらひらとゆっくり落ちてきて、それを両手でうまく受け止められたような気分でした。それは何と言えばいいのか、一つの啓示のような出来事でした。また別の場所では次のような思いがあったことも書いています。朝から晩まで好きなジャズのレコードをかけ、週末にはライブ演奏を入れた。とにかく長い間そんな具合に音楽を中心に僕の生活は回転していた。しかしそうこうするうちに何かが物足りないという漠然とした気持ちが僕の中に湧いてきた。多分自分がただの作品の受け手レシピエントであるということがだんだん不満に感じられるようになってきたのだろう。考えてみればそれが僕の人生の転換期だった。そして最初の作品である「風の歌を聴け」を書き始めます。毎日の仕事はきつかったけど、仕事が終わった後で台所のテーブルに向かって自分の気持ちを覗き込みながらちょっとずつ字を書きました。テーマとか意図とかそんなものは何一つありませんでした。小説家になろうなんて気持ちも全然ありませんでした。村上春樹さんはどのように最初の小説を書いたのでしょう。小説の書き方を教えてくれる人もいなかったし、文学を語り合えるような友人も持たなかった。ただその時に思ったのは、もし音楽を演奏するように文章を書くことができたら、それはきっと素晴らしいだろうなということだった。音楽にせよ小説にせよ、一番基礎にあるものはリズムだ。心地よい、そして確実なリズムがそこになければ、人は文章を読み進んではくれないだろう。おおよそ半年かけて「風の歌を聴け」という小説を書き上げた。出来上がった作品をどうすればいいのかよくわからないまま、勢いのようなもので文芸誌の新人賞に応募してみた。応募時にコピーを取らなかったところを見ると落選して、原稿がそのままどこかに消え失せてしまっても別に構わないと思っていたようだ。そして村上春樹さんの処女作は新人賞を取ります。風の歌を聴けという作品が文芸誌群像の新人賞に選ばれた時は本当に素直に嬉しかった。僕の人生におけるまさに画期的な出来事でした。というのは、その賞が作家としての入場券になったからです。その入場券1枚さえあれば後のことは何とでもなるだろうと僕は考えていました。国語の教員であるお父さんは学業に熱心でない息子にずっと不満を抱いており、それが原因で親子の関係はかなり悪化していました。そんな親子の関係に変化はあったのでしょうか。僕が30歳にして小説家としてデビューした時、父はそのことをとても喜んでくれたようだが、その時点では我々の親子関係はもう随分冷え切ったものになっていた。関係の修復までには至らなかったようですね。
さらに芥川賞の候補にもなります。その後、店を経営しながら1973年のピンボールという2作目のそれほど長くない長編小説を書き上げ、合間にいくつかの短編小説を書き、スコット・フィッツジェラルドの短編小説の翻訳までやった。風の歌を聴けと1973年のピンボールは芥川賞の候補になり、どちらも有力候補と言われたのだが、賞は結局取れなかった。でも僕としては正直なところどっちでもいいやと思っていた。ここで芥川賞の選評の一部を抜粋してみてみましょう。まず風の歌を聴けについてです。アメリカ小説の影響を受けながら自分の個性を示そうとしています。異色のある作家のようで、私は長い目で見たいと思った。芥川賞というのは新人をもみくちゃにする賞で、それでも構わないと送り出しても良いだけの力はこの作品にはない。憎いほど計算した小説である。しかしこの小説は半小説の小説と言うべきであろう。次に1973年のピンボールについてです。随分上手になったと感心しましたが、大事な仕掛けであるピンボールがどうもうまく効いていない。筋のない小説で夢のようなものだ。生活は何も書いてない。この時代に生きる24歳の青年の感性と知性がよく描かれていた。前作につなげてカート・ボネガットの直接の、またスコット・フィッツジェラルドの間接の影響、模倣が見られる。しかし他から受けたものをこれだけ自分の道具として使いこなせるということは、それはもう明らかな才能という他にないであろう。新しい文学の分野を開こうという意図の見える唯一の作品で、部分的にはうまいところもあれば新鮮なものも感じさせられるが、しかし相対的に見て感性が空回りしているところが多く、欠けているとは言えない。ちなみに村上春樹さんはこんなことも書いています。僕は2度芥川賞の候補になって、どちらも最有力候補ということだったんですが、誰が決めるんだそんなこと、マスコミなんて特に誰も来ませんでしたよ。1度目は店でいつも通り仕事をしていたし、2度目は新宿で麻雀をしていました。負けました。この頃の生活については次のように回想しています。店を経営し、自分でも毎日カウンターの中に入ってカクテルや料理を作り、真夜中に店を閉め、家に帰ってきてから台所のテーブルに向かって眠くなるまで原稿を書くという生活を3年近く続けた。普通の人の2倍くらいの人生を生きているような気がしたものだ。昼はジャズ喫茶、夜は執筆という多忙な生活の中で最初の2つの作品は書かれたようですね。若い頃はかなり無理をしていたようです。